こんにちは、トラキテチャンネルの西です。今回は東京観光で大人気築地の食べ歩きをご紹介します。日本中から新鮮な魚介が集まるこの場所、早速行ってみましょう。ここが築地場外市場です。豊洲に移転して何もなくなったと思っている方が結構いらっしゃるようですが、一般客が飲み食いを楽しむエリアは築地に残っています。めっちゃ混んでますね。2021年くらいはスカスカやったんですが、活気が戻ってきています。こちらの建物に入ってみましょう。ご飯屋さんはありませんが、魚介系のお土産を買ったり、ちょこっと食べられるようなものが売っています。粒貝3つで500円、買ってみましょう。おお、結構量があります。食べてみるとコリッコリで、臭みは全然なくてめっちゃ美味しいです。美味しそうなハマグリがたくさんいます。焼きハマグリは400円。プリップリ、味が濃厚で醤油はいらないですね。これも美味しい。そして岩手県産の生牡蠣、レモンを絞っていただきましょう。つるんと濃厚で美味しいです。めっちゃ長い行列ができています。これは何やと思いますか？正解はタコせんべいです。一つ一つ目の前で焼いてもらい、出来たてを食べられます。しっかりタコが入ってますね。生地はサクッとしてますが、口の中でもちもちとして面白い食感で美味しいです。タコの他にエビせんもあり、こっちは大きいので2人で食べるといいと思います。別の行列にも並んでみましょう。こちらは築地コロッケ、珍しいもんじゃコロッケが大人気です。明太もんじゃコロッケを買いました。揚げたてで熱々、割ってみると中はめっちゃトロッとしてます。明太でしっかりと味がついていて美味しいです。海鮮もんじゃやキムチもんじゃなどもあります。続いてこちらは鉄板焼きのジュージュ、和牛にウニやイクラを乗せて食べるとんでもないメニューを売っています。ランプのウニ乗せ食べてみましょう。赤身のお肉なので結構しっかりしていて食べ応えがあります。肉汁にウニのコクが合わさってめちゃくちゃ贅沢な味がします。さすがの美味しさです。こちらはいちごスイーツ専門店そらつき、もともと大福屋さんで定番のいちご大福といちごシャイン飴をゲットしました。飴の方は最初に飴がパリッとして、その後じゅわーっと果汁が広がってめっちゃ美味しいです。2本くらい買えばよかったな。いちご大福は開くとこんな感じ。餅がふわっふわでいちごのジューシーさとすごくよく合います。この他にはいちごミルキーソフトも人気です。ここからはお店の中で食べるところ紹介しますね。まずこちらは魚菓子千両イタドリ、人気の海鮮ひつまぶしを食べましょう。ウニを大盛りにしました。一杯目は海鮮丼、ウニはまだ食べません。イクラ、サーモン、イカ、マグロ、ホタテ、アナゴ、タイ、カズノコ、新鮮な味わいがむっちゃ美味しいです。2杯目はウニご飯、甘露煮を加えてしっかりと混ぜていきます。
ご飯に海の色が映るくらいになったら OK です。個人的には甘露煮とウニの味を生かすには醤油なしでわさびだけつけるのがいいかなと思います。そして3杯目がひつまぶし。魚介のうまみたっぷりの出汁をかけて食べると優しい味わいになってめっちゃしみます。これすごい好きで多分今までに15回ぐらい食べてます。この他には超定番の海鮮丼や北海道のイクラ、カニ、ウニの豪華な三色丼、カニとサーモンも入った北海箱などのメニューもめっちゃ美味しいです。続いてこちらは究極のマグロ丼を謳うシーゲン。朝行ったんですがすごい行列です。並んでる間に注文を取ってくれるので入りとすぐ料理が出てきてすごいです。こちらが店内、カウンターかっこいいですね。テーブル席同士の距離が広くて快適です。もちろん究極のマグロ丼を注文しました。大間と北海道のマグロだそうです。マグロはトロトロで脂の旨味が美味しい。酢飯が酸っぱくてマグロと合わせると2つの味が合わさってめっちゃ美味しいです。こちらの煮物もふわふわ。吸い物はあっさりしてますが旨味がしっかりしていて美味しいです。さすが行列のできるお店はすごいなと感心しました。この他にも選べる贅沢に食丼、おまかせ丼などのメニューもあります。市場の奥にあるこちらの建物は築地魚河岸。実は豊洲移転の際に新たに作られた施設です。1階は主に鮮魚などのお土産売り場で、3階がフードコートになっています。お店がいろいろ入っていて海鮮丼ではないメニューが充実しています。おすすめはこちらの鳥と、以前は場内市場にお店があってめっちゃ人気の店だったんです。鶏肉屋さんのお店で出汁がめちゃくちゃ美味しいんですよ。今回は蒸し鶏ご飯と卵を買いました。まずはそのスープから、鶏の旨味がしっかり出ていて後味あっさりで美味しいです。蒸し鶏はすごく柔らかくて生姜ベースのソースによく合っています。ご飯も出汁で炊いてあって旨味が増していてめっちゃ美味しいですね。新鮮な卵につけて卵かけご飯にするのも美味しいですよ。この他にも親子丼、ぼんじりの温玉のせ、鶏そばなどどれを食べても美味しいです。たくさん食べたんでコーヒーでも飲みたいですね。こちらは国助コーヒー。場外市場のかなり奥にあるおしゃれなカフェです。店内の雰囲気もかっこいいですね。こちらはキャラメルラテ。片手で持つと腕が震えるくらい量が多いです。コーヒーはコクがあってかすかに苦味がありますが、キャラメルの甘みとマッチしていてめっちゃ美味しいです。ご飯の後にこちらの美味しいコーヒーおすすめです。最後にお土産も紹介します。ちょっとしたテクニックもあるんですよ。築地行くと狭い路地にマグロ屋さんがあるんですね。ここに昼の2時くらいに行くと閉店前で安くなってるんです。今回はこの大トロの柵を1000円オフの1500円で買いました。家に帰ってバター醤油で味付けして食べました。素人の料理ですが素材がいいのでこれも美味しいです。2時過ぎがお買い得タイムなのでぜひ行ってみてください。そして築地最強のお土産といえばやはりこのカニでしょうか。私は毎年年末にこの斉藤水産というお店で
タラバガニを買っています。兵庫の実家に送ってみんなで食べてます。着いた時はまだ生きてるんですよ。調理に1時間ぐらいかかって大変なんですが、準備 OK。 カニしゃぶにしましょう。身がプリッとしてて旨味たっぷり、めっちゃ美味しいですね。ご家族に送っても喜ばれると思いますので、よかったら買ってみてください。以上、お土産の紹介でした。ということで、築地の食べ歩き、美味しいものをご紹介しました。気になるお店はありましたか？だいぶ暖かくなってきましたし、皆さんも築地で美味しいものをたくさん食べてください。今回もご視聴ありがとうございました。ご紹介したお店の地図、概要欄にリンクを置いています。よかったら参考にしてください。